さあ続いていきますよ。また神奈川版でいきますんで、はい、うん、はい、頑張ります。プレイの後なんでもう一回この画面挟む必要ある？本当にやるっていう。いくよ、うん、よーい、はい、スタート。お、まだ出てきた、出てきた。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。え、もうどんどん進もう、ね、こんな細い道じゃ絶対無理だよ。電信柱とかにね。おお、専門店。でも 何の専門店。ああ、住所あった、住所。え、どこどこどこ。片倉や、片倉すぐや。片倉、片倉なんてすぐや。あ、横浜なんだ。新横浜の横やろ。あ、どこ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 。片倉地ある。とりあえずここにしとくで、一回。三丁目だよ。三丁目、うん、どこだろう。三丁目の 8、うん、すぐやん、こんなん。8かな、18かな、わかんないけど。3丁目ってどうやってわかんない。あ、5丁目、4丁目。もうちょっと拡大したら出てきたよ。うん、もっと拡大した方がいい。4丁目、ここ4丁目やん。4丁目、3丁目は4丁目、1丁目、あった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 、3丁目の夕日で、なんとか専門店のちょっとえ、めちゃめちゃいけるやん、もうここだけでいけるやん。ダメだよ、なんとか専門店探して。でも一応クリックしといて。違う違う、もう3の 18か8やろ、ここや、うん、違う、3の8やで、ここ分かんない。18かもしれないよ。じゃあちょっと一回進んでみよう。で、逆側から見る。見れるの。え、待って、このお店は、お店なんか書いてあるじゃん。これはの、のり、するガチャ、お茶、お茶、お茶、ちょっと探そう。書いてあるんじゃない。で、18は8、8か18やろ、だって、うん、で、8もっと拡大できる。え、でも18っぽくなかった、なんか18どこや。10、11、12、13、14、18存在してないかな。17、17はあるけど18ないのかな。あれ、こっちの17ある。本当だ。あれ、もうこれ片倉抜けてるってことない。え、片倉ではあるよね。え、片倉2丁目ここにあるやん。え、あ、やばい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 、あー、パニックになんないで。でももうここやろ、絶対ここやって。そうかな、合ってるって。あ、あ、でも901メートルはもうほぼ。いや、でもこんなに早く気づいたのに、これはちょっと、もうちょっと頑張れたね、うちら。ほら、8や。あれ、な、私たちの知ってる8と違う。だから、え、片倉じゃないの。片倉じゃないのかな。ほら、3丁目こっちや。誰、あっちって言ったの。俺ではない。ということは、あと2人のどっちかの責任。私、まあ、誰かまでは分からへんけど、どっちかっていうことだけは分かったな。はい、次。もうすぐ、すぐ、え、溝の、溝の口。川崎や。川崎だ。川崎のどこなの、溝の口って。溝の口どこ？溝の口。なんか。溝の口、溝の口。どこ？溝の口ってどこにあるの？全然わかんない。うん、もうちょい引いた方が見やすい。溝の口？上の方じゃないの？東京寄りなんじゃないの？東京寄りなんじゃないの？でも東京行っちゃっても結構行ってる。いや、川崎市や。溝の、あったあったあった、溝の口、溝の口あった。一回溝の口でポン、うん、よし、ちょっと見よう見よう。で、進め、うん、あ、ゴミ屋敷。うわ、こんな街中ちょっときついな。あ、住所住所あるよ。高津区、うん、末永、高津区末永のこと。だから高津区やろ、この溝の口は多分。そうなんだ、こんな拡大して拡大して引いた方が、ほら高津区や。あった、高津、高津駅ある。末永、末永、末永の場所。この感じ、久本の感じで。分かった分かった。あ、待って、高津区役所。どこどこどこ？左。高津区役所？高津区ね。あ、高津区。あと区役所探してないから。だから、末永に探してんの。末永、末永。末永ないね。うん、ない。もうちょっと下とかは？もうちょい行ってみる。うん、あ、え？こっちよ。え、あんま動かない方がいいんじゃない？絶対そんなないって。末永やで、うん、末永探した方が早いって。あ、あった、左、ここに末永老人ホーム。え、ほんまや、老人ホーム末永や。ほんとだ、この辺やじゃん。この辺だ。ちょっと一回この辺見てくれ。末永、何だったっけ住所。ほら、もう動かんなくなったら見れたのに。いや、それ私のセリフだから。あ、9秒だよ、あと1437。え？1437ってなんだ？あれ住所じゃないんじゃない？え？ほら、出て、うわ！え、遠っ！遠いよ、結構遠っ！なんで？違うやん。末永行こう。ね、末永区結構あれなんだね。いや、ここはやっぱ老人ホーム末永なだけで、地名の末永じゃなかったんじゃない？え、違ったの？やったな、あかりん。あー、ごめんって、ごめんって。
次いきますよ。はい、よーいスタート。おもろこれ。うわこれ楽やろ。もういいじゃん。茅ヶ崎茅ヶ崎デンタルクリニックで、この道路の、うん、何号かを探すの。そう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 、え青いのあってよ、ほら。あ、ごめん、あおちゃん、なんかどこに青いのあんの。これのこと言ってる、もしかしてこれのこと言ってる。見るやないか。ごめん、でもさ、見えたよね。この道絶対通ったって。え、そうだっけ。あ、スキーあるよ。スキーあったらこの鹿探せばいいんじゃない。ちょっと待って、茅ヶ崎もでかいから。あ、じゃあスキー朝なんとか店みたいに見ればいいんじゃない。書いてないのかな。そういうのはね、ドアに書いてるんだよ。ここにない、今。あ、ドアに書いてるの。そりゃ無理だな。だから、うん、あんまりでも離れたくないよね、なんか。そうなんだ。あ、でも青看板ありそうじゃない。この道路が何号線なのかさ、分かれば。龍、これ探す。うん、それ探そう。茅ヶ崎の、茅ヶ崎どこ。茅ヶ崎、俺たちも33市町村行きまくってねえから。行きまくってやから分かんなくなっちゃった。10真ん中。交差点の名前だ。こう結構大きい道路で長く続いてる感じだったから、うん、そう、結構大きい道路だよね。これちゃん、この道路ちゃん。あー、あり得る。で、何があったっけ。スキヤ、スキヤ、スキヤ探せ。と、歯医者。あと100ローって何。100円ローソン。100円ローソンのこと100ローって言ってんの。え、そうだよ。ね、そうだよって。え、100ローって言うの。みんなが言うみたいに言わんといてくれ。絶対鉄砲道やな、これ鉄砲道ぽいの。好きやないやん、好きやないやん。あと5秒やん。やばいやん。その辺打っとこ、打っとこ、とりあえず。あー、ちょっとし100だった。え、でもこれさっき、あ、そっか、うちらここに打っちゃったの。もっと大きい道路だったのか。もっと大きい道路だったのか。好きやとか、あ、これや、うん、ちゃんとあるわ。あ、じゃあ行きますよ、次。はい、続いてドン。相模大野。それで青缶あるからさ、すぐ見れるよ。青缶ってでもさ、その行き先が書いてるだけやからさ。え、でも大体わかるじゃん、なんかこっちにこれがあって、こっちにこれがあって、まあ、相模大野をまずやろうよ。相模大野ってさ、何なの。相模原。相模原の、まあ、あったあったあった。今きた。もうここに一回切っとくね。うん、近くに。ありがとう。よし。それで住所とか探せばいいの。電柱。あ、うん、あれ上上上車だって。上車のなんとかのなんとかのに。なんとかのなんとかの。そんなこと言ってる？にのなんとかのなんとかやんけ。上車なんとか下側に。みのなんとかのなんとかよ。なんとかのなんとかの2ちゃうやんけ。え、上鶴間。はい、もう2丁目。うん、2丁目。あ、まあ、2丁目やった。うん、これでかいよね、こう道路結構。ほら、結構でかい。え、でかい。そんなことないか。なんか店探す。あ、セブンイレブン。え、今さ、セブンイレブンあったよね。あった。あ、これこれ、わかんない。あ、これでも5丁目や、これは。あ、セブンイレブン2丁目店。それがの、今うちらめっちゃ結構来たから、うん、ちょっとどっちだ、どっちに。こ、多分あっちにでかい道路奥にありそうやから、うん、こっちから来たんや、うん、この辺に打っとくか、とりあえず。そうだね。じゃあ後ろ戻ったらスタジオカベリ、カベリスタジオカベリがあるよ、後ろに。これでどう。絶対合ってるよ、もう。ちょっとさ、見に行こうよ、じゃあ周りに何あったか。一番最初最初この辺やったっけ。え、なんかすぐに、あ、そうだ、これの、そうだ、これの前だ。セントケアは、セントケアはどこだ。え、もっと大きくしてみて、もっと拡大。これ最高スタジオ。あ、違う。あ、あ、結構遠い。え、そっちのセブンイレブンか。あ、セブンイレブン違ったのか。でもまあいい感じ。いや、でもこれはちょっとこんなに情報あったのに遠いね。そうやな、ちょっと2人の実力やな、うん、あと1問かな。じゃあ次いきますか。でも私はマジで何の役にも立ってない。はい、最後の、いやいやいや、最後の問題。いや、ほんまに何も立ってない。ラカリンもいまいちやから。結果俺なんで。いきます。ほい、
あ、小田原営業所って書いてあるよ。お前な、三和シャッター進む？まっすぐ。三和シャッターの前。一回後ろ見た方がいいよな。そうだね、どっちに進むか。でもどうなんだろうね。いやどっちに進んだ方がいいんだろう、分かんないな。うん、ダメだったら戻ろう。左にクリーニング屋さんみたいな。あるね。左前って言ってそういう時は。あ、何してん？おぎくぼして。おぎくぼ？神奈川におぎくぼってね、あるんだね。小田原のおぎくぼってこと。うん、それちょっと探そうよ、まず。おぎくぼ329やもう。本当だ。おぎくぼ。おぎくぼ探そう。おぎくぼなんてあるんだ。あったおぎくぼ。どこどこ？マックスバリューおぎくぼ。どこ？病院の。もう右とかで。なんて真ん中ちょい右で。あ、ちょこ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 。この辺か。の329。329。クリーニング店、え、でも石原違うっけ？違うよね。クリーニング店。うん。でも違うよね。石原じゃなかったっけ？違った気がするんだよな。どこ？ドライなんとかみたいな感じじゃなかった？金子紹介。ドライクリーニング金子紹介。それ探そう。に入っていったとこ。三和なんとか。あ、これは？あ、三和じゃないか。小田原営業所あるけど。おぎくぼ結構でかいね。そうだね。うん。ちょっとこの中からあれを見つけるのは。小田原におぎくぼあんねや。ねえ、知らなかった。構想した。ほら。お、すごい。ほら。最後にちょっと変えたらめっちゃ近くなった。めっちゃ近いやん。すごい。マジですごい。さ、え、私たち？え、私たち？私ね。最後にここにやった。俺やから。まあ、これは。ほんまに。すごいすごい。勝手にやったのとか言ってやったら163メートルって今まで一番近いんちゃう、ほんまに。かもね。すごいわ。あ、でもララポート50メートルだ。あ、まあ、ララポートはさ、また別じゃない？お、22000。よし。かなり